たわこの男が。皆さんに挨拶をしてください。はい、これからもっと最高ファイトギャグ盛り上げていきたいんで、ほんまにありがとうございます。皆さんも持ってるわ、はい、頑張ります。あの試合を持ってるわ、はい、大根ありがとうございます。痛いなと思ったのは、その試合の半年前ぐらいからやったんですけど、ちゃんと病院行って気づき出したのは、もうほんまひどいなと思ったのが、もうほんまここぐらいまでしか曲がらんかって、で、それで病院行ったのが、まあ、試合の3ヶ月前やったんですね。もうその時には手術したらもう試合には絶対間に合えへんから、まあ、だからまあそのまま出た感じで。原因なんか使いすぎとか病院の先生が言ったんですけど、と何か衝撃受けたりとかでなんかそんな感じが原因やったみたいですね。まず蓄積もあると思いますね。あ、でもなんか、まあ、5個ぐらい減ってて、その骨がもう半分ここまでしか曲がらんくて、ちょっと変な打ち方したら、まあ、ちょっと激痛走るみたいな感じでしたね。まあその日によるんですけど、調子いい時はまあそらあれなんですけど、まあ、正直痛みはありましたね。試合の時はまあ気持ちも上がったんで、まあ、そんな感じることはなかったんですけど、まあ、それまでの練習とかがちょっと気になったりとかしてたんで、手術は、局所麻酔ですから、全身麻酔。全身です。全身麻酔。全身なんでもうほんま起きたら手術終わってるみたいな、すごいっすよ。もうあれもう嫌っすね。なんか気持ち悪いっす。管つなげられるんですけど、もうほんまに〇の管、もうそれ抜く時がほんまに痛くて、ほんまにたまらんっすね。できる限りやりたくないっすね。まあ、5時間ぐらい手術したんですかね。まあ手術のその全身麻酔の時間も合わせてもっとしてるのかわからんけど、まあ、起きたら夕方やったっすね。辻野も出てけへんね。そうですね。じゃあ俺の問題。いっぱい言われてる。出てました。お前はずっと俺らの夢で、だからもっとやれるはずだろう、信じてくれる愛する家族や仲間のため、腹くくって行ってこい。最高だぜ今度、もっともっともっと夢見ていこう。強くなれる、掴み取れる、あの最高戦いの場所だ。リングで使う。いや、なんか試合を終わってめちゃめちゃ気持ちも上がってたんで、ちょっとあんな感じで動いてました。はい、状態はもうめちゃめちゃ腫れ上がってましたね。最後の動画のコメント流れてたら腫れ上がってたんで、それ引かすのに
まだ晴れ、あの、引くのかな、ちょっと心配だけど。もうこんなになってるけど、動きたすぎて、もうやばいよ、やばすぎます。次の試合はバチバチ気合入ってるんで、こんなになるで、こんなになろうが、ぶっ倒すんで、皆さんよろしくお願いします。次の試合だけじゃないと思ってるんで、しっかり直して、ほんまは半年ぐらいきちっと終わってからちゃんと治るまでかかるみたいなんですけど、まあ次の試合もあるんで、そんなん言うてられないんで、まあ、できること頑張って試合臨むもっと思ってます。何があろうとやるしかないんで頑張ります。まあ、でも全然調子、もう調子いいんで、ゴッドハンドの宮崎先生っていう、もうほんまのいつもあのよくしてもらってる先生に見てもらってるんで、家でもバッチャー浅いって言ってたよ。次の4月に行ってる試合見ると思います。この時にね、これに倒してます。今の練習考えてよろしくお願いします。大悟。